バスケットではパスによる相手を崩すという方法があります。特にパスした後のアウェイの逆に動くということと、バスケットで大事なのはもらった時にディフェンスとのズレがどれだけあるかということが非常にシュートにつながってきます。だからノーマークの状態ってよく言いますけれども、ズレが生じてノーマークになるということですので、みんなノーマークノーマークって言うんだけれども、特にディフェンスとオフェンスとの関係ですので、それがずれとればシュートはできるということですので、その辺も含めて見てください。ディフェンスが遅れた状態、そう遅れた状態、そう